そうだね、今年は特にね、暑いから、まあ、例年ならねちょっとあの遅い時間になって少しは涼しくなるかなって感じだけども、多分ね30度はずっと超えてんだろうね。いや暑い。お客様はね申し訳ないことにあの全部が本場に来ていただいて、あのクーラーの中で涼しくっていうわけにはいかない部分もありますけれども、選手はね控室しっかりクーラー入ってますからね、涼しいところにいて、それからレースの時だけ外に出ていけばいいと。ただあの本当はそのクーラーの中に入ってるとウォーミングアップのやり方がねやっぱり非常に重要になってくると、まあ、体はすぐに温まるけれども、その後にねちょっとまた冷やしたりとかっていうのもあるんで、ウォーミングアップには若干気を使いながらやんなきゃいけないんじゃないかなと。特にね時間帯もね、まあ普段ね、まあ、内定回数は多くはなってますけれども、こんな時間に走るっていう部分もあるんで、ウォーミングアップがうまくいけばというところがあると思います。本来ねこれ81人しかいないんで、サマーナイトね、これで特選が1個あって、予選が8個、あとこうなると、まあ、予選2着までが上がって3着はその中で2人上がりというね、予選周りの選手は非常に厳しい、勝ち上がりになります。その点、特選乗った選手は、まあ、自動的に準決勝ですから、なんといってもね、今回さえ優勝賞金が1500万ということで、もう参加した時点で、特選乗った選手は27分の1の確率で1500万稼げるというね計算になりますけどもね、はい。まあ本当だったらねこれオール予選にして、初日3着で自動的に3着の選手が準決勝上がって、準決勝3着で決勝っていうのはね、まあ一番分かりやすいというか、みんなに平等な、番組なんですけどね。まあこれね、まあ、最近のレース見てると、まあ、3番手4番手下手するとね回る選手もいますし、これ2着圏内なのに4番手回って2着取れるのかと、まあ、ほとんどこれは難しいかなと。特にあの33バンク松戸の場合ね、先行有利というかね、やっぱ前の方に行った方が有利ですから、あのこういう時こそね、あの知らん顔してね、あの強い先行選手がいたらあの飛びついて番手粘ってみたりとかいう競争ね、まあ、普段がすんなり回れると思ってる選手が多いんで、突然来られるとね、えっと思って、インコースの方がやっぱりしっかり踏んでいけば有利は有利なんで、まあ、そういうレースがあってもおかしくないんじゃないかなと。次は自分が狙われると思ってやらない選手が結構多いみたいだけど、そんなことではなく毎回ベストを尽くしてそのレースで、まあ、勝負をかけるというのがね本来のプロの選手の姿だと。まあだから半分はね、まあ、僕がはっきり言って悪いですけどみんなプロじゃないなと思いますね。番組編成がね、まあ、どういった形で車番を決めるのかと、スタートの速い選手内側にいればね間違いなく前は取れるでしょうし、外でも、まあ、取れる可能性はありますけど、やっぱり内側有利と、まあ、僕はいつも言ってますけど、本当にね競輪の一番は公正安全というのがお題目で昔からありました。公正というのはね、やっぱりみんなに、まあ、平等な部分があるということだと思うんで、もういっそのことね、シャバンは抽選にしてね、抽選で勝ったやつがインコースからいるというような形の方が本当にこれ公平なんじゃないかなというふうにも思ってます。どっちにしても特選に乗った選手が、まあ、有利だというのは間違いないですし、やっぱこのね単走路ということで、まあ、期待あたりはね、2周半、まあ、これねペースに乗せれば、まあ、400番区でも丸々2周は踏める選手ですから、ある程度スピードに乗せていけば外から仕掛ける選手は、どうしても余計にスピードを出さないと、抜けないということになりますんで、先行優位というのはそういうところにあるので、期待がどういう思いで、まあ、当然ね前回タイトルを取ってるので、まあ、その後ちょっと落車があったりとかで、その次の場所欠場したりとかしましたけれども、怪我はあんまりひどくなかったみたいですから、どういった形でねレースをするのかというのは見どころだと思います。あとはねこの特選にね難関が
北井と深谷とそれから、郡司と言います。まあ、この3人ね、もう特別競輪、まあ、要するに G1G2 ではおなじみのメンバーですから、まあ、この辺りがね、どういった連携をして、ただそれに対する選手がどうやって、このね難関の連携を破るかということをね、やっぱりこう真剣に考えていかないと、毎回同じパターンではね、ファンの皆さんもねつまんないですからね。やっぱり普段ね、伊豆でナショナルチームとして、トレーニングを積んでるだけに、トップスピード、ダッシュ力ともにあるんですけどもね、まあ、あとは、レースの組み立てですね。やっぱりその急に9人で走るという中で、まあ、後ろに誰がついてるか、もしくは誰もいないときに自分がどういう位置取りをして、どういう仕掛け方をするかというところですね。まあ、今回多分まあ短期に近い形になると思いますんで、まあ、どこでも好きなところに行けるんで、それこそたまにはね、並走してみるのもね一つの勉強じゃないかなと思いますけどね。それか、まあ、あとは思い切って、自分のスピードを信じて、行くかというね。ただね、やっぱり、まあ、仮に期待を叩いたとしてもゴールではちょっと持たないような気がします。九州だと阿部正弘、あとはねこれ神奈川あたりもねというね、まあ、積極的に動いてるの伊藤壮馬なんかもいますし、まあ、九州結構ねこれに、山崎健とか入ってね、まあ、今回どれぐらい、暴れてくれるか。あと四国が犬牛がね、前回の駒島で非常に勝ちに行ったレースだったと思うんですね。普段は勝ちに行くというよりもとにかく主導権取りたいとか、そういうレースの方が多かったような気がするけど、彼の持ち味っていうのはやっぱりダッシュ力とトップスピードですから、まあ、それを生かした競争っていうのをやれば、ああいうふうにね勝てるというところを、見せてくれたレースだったと思います。広島の町田あたりはねちょっと最近物足りなさが感じられる、まあ、積極的には言ってるんでしょうけど、なんかもう一つね主導権取れなかった時のレースがというのもありますし、中部では、まあ、志田とかね、まあ、山口県もおりますけど、まあ、この辺が、まあ、単発でね時折見せるという、それよりねベテランの湿地がねまだここにいてね、なんか時々連絡とかするところを見るとねよく頑張ってるなというふうにね逆に感動さえ覚えてしまいますけどもね。あとはまあ難関は、北井、それから松井とかね、この辺が、非常に力強いし、まあ、岩本あたりもねもうそれなりにいい年になったけど今年は、ちょっと、活躍を見せてるというところだと思います。まあ、関東でこの間ね、F1 戦だったけど、まあ、あれは7社出たからねということもありますけど、本田純平が結構な穴出したりしてましたし、まあ、これ小林大成とかの影響もあるんじゃないかなというふうには見てます。あと北日本は日程もね以前とのようなワンパターンのレースではなくて、まあ、ある程度位置を取りに行ったりとかいろんなことをまあ試してるというかね、やらなきゃいけないというふうに思って走ってるようには、見受けられましたんで、まあ、今回どういった戦いをするかというのも非常に見ものだと思います。まあ、ガールズはね、まあ、当然前回の岸和と同じようにナショナルチームの選手がいませんので、児玉葵の力がねやや抜けてるかなと。ただ児玉葵ね、前回の岸和は失敗しましたからね、思い切って先行して残らなかったとか。でこれサンサンバンクも当然先行有利だからと思って、まあ、無理やりでも主導権取りに行くと、そういうことがないとは言えないと。で、まあ、前回岸和田で勝った、まあ、地元の石井貴子はね、なかなかやっぱりもともとしぶとかったんですけども、その岸和田ではそのしぶとさをね発揮して、まあ、優勝しましたんで、まあ、気分も持ってトレーニングもやってたでしょうしね、今回もね、この辺りは期待できるんじゃないかなと思います。やっぱり坂口風花とかこの辺りは安定してこう力がね発揮できるようになってきたのかなと。
それから山原さくらとかね、まあこういうのはねもう大ベテランなんですけれども、積極的なレースっていうのはまあ相変わらずだというふうに見てます。はい、本気の競輪 TV もですね、まあ情報としてはですね、私一応現場に行きますんで、まあ、そちらから何かあればね、この東京のスタジオでやってる、2人に、まあ3人なのかな、で、情報としては流したいと思いますので、まあ、そのあたりも含めてお楽しみにご覧になっていただければと思います。